はい、というわけで肉たつおの骨くたくつい、テイク3やっていきます。超とんでもなくだるいです。またかかってこいか。テイク1でもテイク2でもテイク1の KO 術出てたんですよ。うまい話で火薬術よし。というわけでまあもう多分 NG 集つけないので一応挨拶しておきます。こんにちは。まあ今回は肉たつおの骨くたくつい変なリクエストよこしやがった。ドボルベルク1頭、ドボルベルク足1頭のクエストやってきます。でアイテムが岩薬と、ペイントボールちゃんと閃光タルジー、こんな感じでも落とし穴と煙玉です。まあじゃあいきますもうね同時に見つかんの俺ほんとやだわマジで。それ勘弁だ、ふざけないでくれよ。カメラも今回はブレてない。テイク1テイク2となぜかわかんないけどカメラがめっちゃブレてた。マジで死ね。で、最初は見つからずに行けばいい話だ。運にかけるしかない話だ。よし。いいんじゃねえか、これ。配置的にもいいんじゃねえか。まあ、最初は普通に頭に顔面にホームラン決めて、スタンチ稼いぐ感じかな。この方向はまあ回避できなくてもいいや。で、ひとまずもう1スタン早めに取っちゃうって感じの作戦です。で、この次で多分スタン。来ない。けどこれでスタンと。よーし。で、煙玉28秒なので、まあ大体25秒ぐらい経ったら、煙玉を、やれば、いい感じで、煙玉が使えます。25秒で、2つで、50秒だから、あれですね、2つあれば、およそ1分間ぐらい使えるんで、あ、これやばいな。煙玉、よいしょ。あー、回避できなかった。まあ、じゃ、近いんだって、近いんだって、おじいさんたち。お前ら、もう密着せんでいいわ。あれじゃねえか、なんでんだっけ。男同士好きなの。ゲイだっけ。お前らゲイじゃん。おっさん同士のゲイとか一番きつい年齢じゃねえかよ、もう全く。やべえよ。ただでさえゲイきついのに。で、まあ、コブが壊れたので、火狩りになったら落とし穴やりましょうという感じかな。あ、やべえ、なんか使いすぎてる。煙玉使いすぎた。よーし。あれ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 ？あれ？転ばせるのが希望の一つでもあるんですよ。まったくもう。転ばないドボルでしたね、これ。引き運が悪かったな。あのね、ホームラン打っても転ばないドボルもいれば、転ぶドボルもいるっていう、ちょっと謎な感じの、あれなんですよね。お前ら。で、晴れてきたので使います。で、多分煙玉は討伐まで足りないので、こいつぶっ倒したら閃光使います。まあそれで普通に倒せるかな的な感じのちょっと甘い考えで、これどうしよう。尻尾破壊しちゃおっかな。尻尾ね、一応ダメージ少しは効いた気がする。なのでまあ尻尾攻撃してるんですけど、動画でドボルの尻尾攻撃してるやつなんか見たことねえよって話なんですけど、確かにそんな人はいないですね。で、逃げる。一応まあダメージ食らってる暇もないぐらいなんで、普通に倒そうって感じかな。まあ、これ当たるかな？当たりました。そろそろお前壊れてよくねえか？耐久値がおかしいんじゃねえか、それ。で、研ぎたいんですけど、めんどくさいな。研ごう。あと3つとか絶対これもう足りねえだろ。あれ、火狩りじゃね？火狩りなら、もうノーダメでいこうとか言ってこれかい。おお、危ねえ！これ引いてきた！おお、すげえ！久々だな、このリアクション。超撮りたかったんだよ、もう。勉強してる時とかもなんか問題間違えたら、なんでとか一人で言ってたりしたんですけど、寂しかったな。これ間に合うかな。で、転んだら煙玉やろう。それでぴったし間に合うぐらいかな。間に合った間に合った。オッケーオッケー。今のは、ドボルが運よく気づかなかっただけなんですけど、危ねえよ、マジで。で、どうしよう。あれでも使おうかな、岩薬でも。落とし穴中は、マジで、まあ、攻撃できるクソチャンスなんで。けどな、怒ってるから早いな。やっべ。転び中に攻撃しなきゃよかった。けど、転んだ時って爆発したっけ？よし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 。最後の、おー！晴れてきたー！晴れない！曇りだ！今日の天気みたいに曇りだ！よしよし。東京は、あれです。今、雪降ってんのかな？わかんないですけど。東京は今、曇りですね。曇りか雪。天気はあまり見ないんで。
おお、危ないよ。ノーダメで行きたいんだって俺は。で、そろそろ28秒。まああれですね、30秒と見てもいいかもしれない。煙玉って晴れてきてから少しの時間、モンスター気がつかねえから。で、どうしよう、2スターン奪えればいい感じなんですけど、スタンチが少ないってのが唯一の頼みの綱ですね。頼みの綱というか、ありがたいですね。危ない、これがうざいんだってば。うおー、あんなので初ダメとかやだわね俺。日本語がなってない気がする。まあ仕方ないけど、晴れたから仕方がないけど、なんかお互い端っこにいるってすげえな。で、ちょうど2スタン目、なんでこんな気づかないの。逆に気づけよ、怖えよ。登る目悪すぎだろ。ナルガとかティガレだったら絶対気づくぞ。もうドボルが目が悪いってちょっと意味不明なんですけど。あー、ちょっと待ってくれ、待ってくれ、ちょっと待ってくれ。疲労状態なんだぞあいつ。攻撃、これほど攻撃チャンスがないんだから、ちょっと待ってくれよ。で、まあなるべく、まあピンクゲージで頭攻撃したいからな。飛ぼっかな。じゃあ若干解説っぽくなってんのは真面目にやってるからです。お、ナイスじゃん。これはいずれにせよ転ぶので、他はまあ普通に研ぎましょう。1、2、3、4。では あっちはもう治ったか。先行早いな。ドボルが1頭になればね、マジ天国本当に。これノーダブでいけんじゃねえか2頭目もとか言って、お前ちょっかい出すなよ。やべ、俺なんでお前かかんなかったんだ。当たんなかったし。まあドボルは体力が多いですよね。あれ、転べよ早く。疲労状態のモンスターの攻撃を食らうってのは非常に嫌いなんで、やめてほしいです。で、まあ肉質は、コブを壊したら、おーし!ダメージが通るようになるんで、コブを早い段階で壊して、どんだけコブを攻撃できるかが、なんかちょっと、討伐する際の大切なポイントかなと思います。よいしょー、頭に当たったっす。すげえ。で、ドボラ足のこれがうざいんですよね、もうこんなもの。泥つけみたいなの。ありえないからね、お前、ほんとに。でもどうしような。ティーカリでスタン取っちゃおう。まだコブ壊してないけどいいや。多分、次ら辺の、攻撃で、怒るとか言おうと思ったら、うまい感じで。ティーカリでスタン取れればスタンも長いし、けどコブ壊してないから、美味しいとは言えない。まあ、画面がずれてますが大丈夫でしょう。最近まあ、少しの時間があれば、撮影もできたんですけど、なんか自分の好きなセカンド G をやりたかったんで、あまり全然投稿できてなかったんですけど、まあ、今後はセカンド G は放棄して、時間があれば撮影っていう感じでやっていきたいななんて思います。で、こいつのね、泥付けが本当に僕うざいんですよ。大嫌いなんですよ。誰でもそうだと思いますけど、回転ドボルいいね。ドボルはもう回転さえしてくれれば早く討伐できるんで。あれ?なんで?全然転ばねえじゃんお前ら。さっきのドボルも転ばなかったの。で、そろそろ壊れるでしょう。壊れたら、肉質が柔らかくなる代わりに振りが遅くなります。で、トライ G の弱点特攻の効果は、弱点部位の肉質がプラス4、マイナスじゃないじゃない。弱点部位の肉質が45以上のモンスターの部位に、特攻の効果が発動されて、で、弱点特攻つけてれば肉質がプラス5されます。だから、例えば、肉質が50の部位のモンスターに弱点特攻つけていったら、その部位プラス 5ってことになるから、弱点部位の肉質が55になるってことなんですね。だから振りが遅くなるんですけど、トライ G は。まあ、めんどくさいですね、本当に。けどまあ、振りが遅いってのは、ちょっと嬉しいかもしれない。サードみたいな会心が出て、ダメージが 1.25 倍ってのは美味しかったんですけど、美味しいっていうか、その方が効率は良かったんですけど、回転ドボルいいね。ありがとうございます。きついクエストの時ってこういう回転運とかあんのかな?確かにきついけど。よーし。で、これは、縦3、2セット間に合わないので。で、追撃縦1で起き上がっちゃうかな。
縦一で起き上がり、で横に逃げて振り向いてくれればためにで2スタン奪ってそんな感じかな。2スタン、おーナイス、疲労ドブル、疲労ドブル満たすよ。なんで当たらないのかな頭に。おいどうしよう、いい感じいい感じ、疲労状態のスタンはマジ長いんでいいですね。もうモンスターは本当に疲労状態が弱いんで、その時は攻撃をめっちゃ畳みかけられる時間ですね。でこれ落とし穴仕掛けようかな。わー調合してなかったし最悪だろ。落とし穴5針いけるかな。最悪だ、絶対いけない。ノーダメ、できたかったのに。うー最後の最後になってお前なんてことをする、くたばりやがれ、まったく最悪だお前本当に。5針もいけないわ、ノーダメもできないわ。多分あの落とし穴放棄状態になるな。最悪だー、うわーこれ調合してないのがあのあれだったな、大きなミス。やっべやっべーよ本当に。調合する癖ないんですよ俺、普段調合しないからな。普段自分は高速アイテム縛りでクエスト行くんですけど、だからあれなんですけどね、あれな、調合する癖とか縄仕掛ける癖とか全然ないんですよ。で多分この落とし穴で死ぬんじゃないかな。まあ5針いければ早いかななんて思ってたんですけど、はい、というわけで肉立つ王のコネクトアクツ終わりました。まあ煙玉28秒で気づかない時間も合わせると30秒ぐらいで、まあ25秒ぐらい経ったら武器しまってあれすれば煙玉使えばこんな感じで気づかれなくて倒せますけど、まあ途中気づかれそうになりましたけど、まあそれは運ですね。ありがとう。言い忘れてたんですけど、タイムが10分ちょい過ぎですね。10分42秒かなこれ。7秒だから43秒かと思うんですけど、サードのなんかタイム表示みたいなの見るとあれなんですよね。42秒なんちゃらなんちゃらってなるんで、まあ自分は42秒つってます今のは。まあ少しでも1秒でもねタイム早く示せればいいかなと思って、タイムな遅いの嫌なんですよね俺。なんかクエストに集中できる時間がそんな持たない、クエスト長いとタイムが。だからなんか狩人の頂きみたいにインターバルがあってその間集中力途切れるとかそういうクエストはマジ苦手です。インターバルがないクエストは得意ですね、集中力がそれまでは保てるんで。はい、というわけでまあこんな感じで肉たつおのホレクタクツイが終わりました。まあ装備はこんな感じであれですね、匠5があれば普通に作れるっていう、なんか超いい防具ですね。でなんか友達から YouTube の友達から聞いたんですけど、これなんか作り方次第では混合体もつけられるみたいなんで、まあちょよくわかんないですけど、まあなつけられるよみたいな報告ですね。で次回何行こうかな。きちいクエストで疲れたからな今。砂原のお嬢様ってやったっけ、昔すぎて忘れちゃったよ。じゃあまあいいや、コメント説明文に書いておきます。まあそれでは次回の投稿は結構早めだと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。